布団タイベッド海鮮おお布団は場所通らないけど湿気がこもるベッドは場所通るがいろいろとなんか楽6畳間のアパートにベッドは邪魔だから俺は今布団だけれどベッドも捨てがたい実家に行った頃は布団ベッド布団ベッド毎日布団ベッドコロコロ書いてた布団ベッド布団ベッドどっちがいいか結局は結論出せなかった布団ベッドだから俺は今日このラップでどちらかを殺すどちらがいいのか俺にもわからない生きてる奴らはベッドな気がする逆に布団で寝てる生きてる奴もいるから実のところわからない昨日利便性語ったところで結局寝るだけだから変わらないそんなこと言ったら振り出しに戻るどちらがいいのか俺にもわからないすやすやスリープすやすやスリープ布団はなんかめっちゃ体に良さそう何より侍っぽいベッドはそうだな起き上がるのが楽老人大喜び天気のいい日起きて布団干すの気持ちいい真人間になった気持ちベッドはやっぱ女の子連れ込みやすい偏見の塊お値段以上キモいお値段以上にキモいぶっちゃけなどっちでも変わんねえよこんなの布団かベッド選べるだけありがてえと思わねえと立って寝てるキリンさんに合わせる顔がねえよだけどなこれはな今布団とベッドの会社に1円ももらってないから好きなことを言ってるからどちらかの会社が1円でもくれたらそちら一方褒め倒す布団で寝てると敷布団の下から徳川埋蔵金出てくるぜこれは布団を買うっきゃないベッドで寝てると朝起きたらハーフのタレントが隣で寝てるんだぜこれはベッドを買うっきゃない布団で寝てるとハーフタレントが隣で埋蔵金持って寝てるぜこれは布団を買うっきゃないベッドで寝てると徳川埋蔵金ハーフタレントがお前のおでこにアゲハチョウのタトゥーを掘ってくれてるぜベッドを買うっきゃない布団タイベッド布団タイベッドタイベッド布団タイベッド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 布団タイベッド布団タイベッド食べ